どうもキスケです。今回はゲーム第五人格の小さい女性ランキングトップ7を発表していきたいと思います。これまでエッチなキャラや大きい女性キャラなどみんな知りたいけどあまり大きな声では言えないような動画を制作してきました。いつ女性から吊るし上げられるかとビクビクしながら日々生活しておりますが、今回も欲に負け懲りずに小さい女性ランキングを制作してしまいました。小さいと一括りにしておりますが、何がとは言ってませんし、それに対して全く偏見はありません。多様性を認めることが何より大切と考えております。さらにお伝えしておくと、キスケはお尻派です。ということで前置きが長くなりましたが、今後もこのような動画を制作してほしいという方はぜひとも高評価をお願いします。第7位、空軍マーサ・ベハムフィール。まずランクインしたのはキスケ大好きマーサちゃんです。マーサは小さな頃から乗馬や射撃が得意で、騎兵隊に加入し上位の軍隊を得るほどたくましい女の子でした。その後空軍に加入するも、周囲の妬みやそねみから希望通りのパイロットになれない生活を送っていましたが、これは実は荘園から用意された新しい身分に過ぎず、実は教師であったことが後に分かりました。空軍といえば初回課金特典にて手に入るキャラクターで、その最低金額が120円なことから120円の女と呼ばれておりましたが、課金額値上がりが発生し、なんと160円の女に格上げしましたね。そんな彼女の宝珠は決して小さいわけではなく、かといって豊満なわけではない。炎上を恐れずお話しするならば、まさにちょうどいい。これにつきます。他の動画では観光の舞や聖地の審判をご紹介させていただきましたが、他にも可愛らしい衣装は盛りだくさんで、特にブラックさんは多くの男性から支持を得ていることでしょう。まさにバレリーナのようなスラリとしたシルエットと露出した姿は、エッチな雰囲気を醸し出しつつも決して下品に感じないのは、きっとマーサの育ちの良さから来ているに違いありません。そう、マーサの魅力は可愛いの中にかっこいいという側面も持ち合わせているところなのです。イベントショップのスコーブで手に入るニーズヘッグも黒でまとめ、露出部分をほとんど見せなくてもパリコレモデルのような美しさを演出できるのは圧巻の一言。4周年記念衣装あやめも結構いいですし、もうなんて表現したらいいんでしょう、好き。第6位、おもちゃ職人アニー・レスター。チェコの裕福な商人である母親と、しがない画家である父親のもとに生まれたアニー。母親は出産時に亡くなっており、父親に育てられるわけですが、決していい父親とは言えない存在でした。アニーの唯一の楽しみであり救いだったのは、母親が彼女のために残してくれたおもちゃ屋さんでした。その後成人したアニーは母親の遺産を受け取ることになっておりましたが、父親と周囲の人間が遺産目当てで近づき、ドロドロの人間関係に巻き込まれ、遺産のほとんどを持っていかれてしまいます。アニーは残された遺産で小さなおもちゃ屋さんを経営し、幼い子供たちを笑顔にすることで自分自身の居場所を見つけることができるのでした。苦しい過去を持ちながらも自分を見失わずに、子供たちの笑顔のために日々頑張る姿に涙が溢れてきます。こういう女性と結婚すると幸せな家庭が築けそうですよね。おもちゃ職人実装時の限定衣装がこちら、光の羽。白と青と金であしらった美しい衣装で、2つに分けた三つ編みがとても可愛らしいです。彼女の宝珠も空軍同様、決して小さいわけではなく程よい膨らみを持たせており、自身の控えめな性格と非常にマッチしたフォルムではないでしょうか。そしてもう一つ、どうしてもご紹介したいのがクラという衣装。ゴシック調の黒い衣装がロリ感を冗長させておりますが、待機モーションが女性らしく、エロティシズムを感じる動きにドキドキしてしまいます。極めつけは見てください、この腰の突き出し。これ以上はまずいのでこの辺にしておきましょう。第5位、機械技師トレイシー・レズニック。幼い頃に母親を亡くし、時計店を営んでいた父親のマークに育てられました。トレイシーはいたずらっ子で、いつもこっそり客たちの時計を分解してはまた元に戻すことをしており、母親譲りの才能だと父親からは言われておりました。しかもトレイシーが修復した時計はどれも客たちから評判で、さらに自分で機械人形を制作してしまうなど、若くして機械技師としての才能を開花させていきます。ある日、何者かによって時計店が爆破され、店内で作業していた父親マークを失ってしまったトレイシーは、父親を自身が作った機械人形に投影しようと、荘園にある数々の機械装置と制作者を知るべく、荘園主からの招待を受けるのでした。そんな彼女はこれまで運営から数々の衣装が用意されてきました。泳ぎ直しや幸せはすぐそこに、 COA 限定衣装機械人形師、各種コラボ衣装などなど、全て紹介したいのですが、今回は独断と偏見でいくつかピックアップさせていただきました。
まずはやっぱりこれでしょう。限定衣装心の鍵。機械技師初めての限定がつく UR 衣装だっただけに、かなり力が入っているのが伝わるデザインで、露出部分は控えめですが、短い髪にちょこんと2つの結び目が何とも言えない可愛らしさを演出しております。そして今回のランキングテーマにぴったりの衣装がこのキャンディー少女ではないでしょうか。待機モーションをご覧ください。完全に可愛いというものを熟知している動き、きっと写真を撮る時の角度さえも決まっていることでしょう。さらに UR 衣装枯れない花ではその控えめな宝珠が確認できましたので、この順位となりました。第4位、心眼ヘレナ・アダムス。幼い頃に高熱で視力を失ってしまったヘレナ、決して後ろ向きにならず努力を続け聴力を鍛えたことで、杖を叩き発せられる音を頼りに周囲の状況を把握する能力を得得します。そんなヘレナにはもう一つ詩人としての才能もあり、当時お世話になっていた家庭教師の先生も彼女の類まれなる才能に惚れ込み、大学への進学を進めます。しかし大学進学には多額の資金が必要だったため思いとどまっておりましたが、荘園から進学資金の出資を受けることを条件にゲームへの参加を決めるのでした。彼女も空軍と同じで数少ない未成年のゲーム参加者の一人。第5進学リリース初期からいたフル株のサバイバーで、なかなか新しい衣装を用意してもらえませんでしたが、約束のネバーランドコラボのギルダはぴったりの配役でした。何がとは言いませんが控えめ。また小さい女性といえばロリコンですが、この目覚ましたくない女の子はまさにロリータファッションの代名詞のような衣装ではないでしょうか。これまでご紹介したキャラクターからは小さいながらも女性らしいエッチな要素がありましたが、手を出したら捕まってしまいそうな危険な雰囲気を感じます。とはいえ中には書記官のように由緒ある図書館にいそうな厳格な衣装も存在するので、これを機に注目していきたいものです。第3位、庭師エマウッズ。本名リサ・ベーカー、復讐者レオとマーシャとの間に生まれたごく普通の女の子。平穏な日々を過ごしていた彼女でしたが、ある日一人の男によって大切な家族を崩壊させられてしまいます。父親は借金まみれになり焼身自殺、母親は愛人と駆け落ちしその後死亡。悲惨な人生を歩むことになった彼女の精神は衰弱し、精神病院収容され治療を施されておりました。その後療養中の彼女に招待状が届き、荘園に赴くとそこには父親と母親を死に追いやった弁護士フレディと医師エミリーがいるのでした。第五人格の顔として広く知られている彼女は、その天真爛漫な愛嬌ある性格と可愛らしいビジュアル、そしてパパが大好きなことで有名で、きっと世のおじさま方が黙っていないことでしょう。小さいだなんて失礼なことを言っておりますが、エマちゃんはむしろ大きくなくていいキャラクターです。そんな庭師の衣装はどれもロリ感たっぷりのものが多く、少女たちの確執という何とも言えない名前の衣装はまさにロリそのもの。原宿の竹下通りを歩いていても全く違和感なく歩ききれることでしょう。さらにジャイアントパンダのチャリティーコラボパンダ保育院は、可愛いの代名詞であるサロペットに身を包み、宝珠の主張もしっかり控えめなのが高評価。パンダのお世話だけじゃなく僕らのパンダさんも。今シーズンに登場した宇宙の魔女はこれまでの衣装とはガラッと雰囲気が変わり、大人の女性の雰囲気を漂わせており、これはこれでまた一興です。第2位、彫刻師ガラテア・クロード。小人症という病によって永遠に幼い体でいなければならなかったガラテア。幼い頃から彫刻の才能があり、数々の作品を残し成長を続けてきましたが、年齢を重ねるにつれ自身の体が成長しないことにコンプレックスを感じ、また周囲からもこんな子供に芸術がわかるわけがないと作品に対する評価がされなくなっていきました。日々飲まず食わずで狂ったように創作活動に没頭していた彼女に、嫌気がさしていた父親が作品を窓から投げ捨てると、迷うことなく彼女は窓から身を投じ、地面に叩きつけられ下半身不随になってしまいます。その後彼女は精神病院へ収容されますが、お世話をしていた看護師が突如行方不明に。発見された看護師は首を落とされ、亡くなった顔は彫刻であしらわれ吊るされており、そばではこの恐ろしい傑作を作り上げた血まみれのガラテアが佇んでいるのでした。とても壮絶な過去を持つ彼女をこんな形でご紹介するのはいささか恐怖ではありますが、個人的には初期衣装が一番好み。拘束されているので胸元や体の小ささが際立っており、黒く大きい瞳と真っ赤な唇が内面から出る大人な部分を覗かせております。至る所に存在する切り傷は痛々しいですが、彼女に魅了されているプレイヤーは少なくないはずです。実装当時の限定衣装チェックメイトも可愛らしいですが、実はこの衣装より人気だった限定ガチャが存在します。それがヨマ実装時のガチャです。
高い人気度と使用率を誇っていたハンターだっただけに、異例の速さでの追加でした。白いドレスに身を包み、胸元は残念ながら骨しか見えず、まさに小さいですが、美しい衣装でとても人気な衣装の一つです。第1位、少女記憶。やはり第1位はこの子でしょう。少女記憶ちゃん。2021年の年末ストーリーアップデートにて突如現れた謎の少女。現在 SNS などでは小説家オルフェウスの娘説や妹説が取り沙汰されておりますが、真相は明かされておりません。今までのキャラクターと違い、小柄な体で可愛らしいビジュアルからロリコンの民大歓喜。この暗号機を一生懸命に解読する様は、世の男性だけでなく女性の心も射止めたことでしょう。どこを切り取っても今回の動画に最もふさわしいキャラクターで、彼女のための動画といっても過言ではありません。せっかくですので、彼女の全衣装をキスケの所感を合わせ、実装順に一挙にご紹介します。まず初期衣装からですが、いきなりのこの可愛らしさ。白いワンピースに赤い靴は育ちの良さを感じます。きっと上流階級の家庭で大切に育てられていたことでしょう。そして実装時の限定 UR 衣装、悪の源はこれぞゴスロリファッションといったところ。髪も可愛く言われ、社交パーティーに出席するお嬢様風の衣装ですが、連れているお人形が怖いのは少し気になります。パンドラは初期衣装の少女から闇落ちした姿なのでしょうか。角が生えているのと裸足なのが印象的です。幼女に鬼の角といえば、鬼滅の刃に登場する禰豆子をイメージしますよね。年祭は赤いワンピースが目立ちますが、お顔の雰囲気が優しいことに皆様お気づきでしょうか。きっとお出かけするのにお化粧をしたのでしょう。また他の衣装と違い、髪型がセンター分けではなく七三分けになっているのをキスケは見逃しません。そして最後がキスケお気に入りのこの衣装、パンダの仲間。自分に娘ができたらこんな服を着せて公園で遊んであげたい、そして守ってあげたいと思わせる人間の母性本能をくすぐる衣装かと思います。少女に限っては小さいなんていう下品な言葉で表現してはいけないキャラクターではありますが、今回だけは勘弁してください。さて、今回はゲーム第五人格の小さい女性ランキングトップ7を発表していきましたが、いかがでしたでしょうか。少々尖った内容になってしまったことはお詫びさせていただきます。決して第五人格のキャラクターを変な目で見ているわけではございませんので、そこだけはご承知おきください。冒頭でもお伝えしましたが、キスケはお尻派です。ぜひ皆さんの推しキャラがいればコメントで教えてくださいね。今後もこのチャンネルでは第五人格にまつわる情報をどんどん発信していきますので、続きが気になる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次回の動画で。バイ。